皆さんこんばんは、こんばんはというのがちょっと早いか、まだ5時ですね、アートの夜、急遽、始めることになりました。どうかよろしくお願いいたします。すいませんね、今日こんな急に。実は今日何をしてたかっていうと、今度出ます仮面ライダーのなり方のボリューム8、8冊目ですねの挿絵と表紙絵を描いていて、で挿絵はもう今日ささっと描いて、で表紙絵に関しては、まあ、今日描き始めて明日仕上げようっていうふうに思って、で締め切りを明日の夕方に指定をして、で明日提出しますねという話をね、デザイナーさんとかと詰めてたんですけど、なんかね、思った以上にお昼挿絵がまあ早く終わったっていうのもあるんですけど、さささっと進んでしまって、で表紙絵に入ったら表紙絵もなんかバーッと進んでしまって、でこれこのままだったら今日完成しかねないなと思って、で今日夜はね、ジムに行こうと思ってるんですけど、それまでの時間でできちゃうかもしれないと思って、でみんな誰も見てないところで仕上げるよりは、ちょっと今ね、せっかくアートナイル再開してるんで、アートナイルで皆さんの前で仕上げていきたいなというふうに思って、急遽ね、始めさせていただきました。なので、まあ、平日ですし、全然ね、今お仕事中だという方もたくさんいらっしゃって、今こんなたくさんの方来てくださっていることがもう逆に嬉しい、奇跡的なことだと思います。でもね、普段来れてないという方も今日来てくれてたりしますね。はい、ちょっとお名前見させていただきます。神さん、とみちゃんさん、みんみんさん、えりえりさん、佐藤まちこさん、まみさん、えーちゃんまんのママさん、タクティさん、パンダパンダさんに、とももさんに、サイラさんと、レゴンナイトさんで、ソングサッピーさんに、 SS さんで、アツコルンさんと、ドライブさん、ネコビタイさん、はい、で、ネントクさん、トミちゃんさん読みましたよね、そうそうそう、ネントクさんでしょ、うん、あ、結構、あ、プッチョマンさん、アラシロサキさん、お、初のアートネイル、あ、ありがとうございます。アラシロさんでいいのかな、アラギさん、よろしくお願いします。初めましての方がね、いるとなんか楽しいですね。変なチャンネルなんですけど、よろしくお願いいたします。小笠原ゆほさんこんばんは、ゆうきさんこんばんは、たくやさんこんばんは、ひいかさんこんばんは、あ、小笠原ゆほさん私も初と、じゃあよろしくお願いします。かなり決体な番組というかね、チャンネルだと思うんですけれども、まあそれを理解した上で楽しんでいただけたらなと思います。はい、なんかね、ラジオ番組に近いかな、感覚としては。はい、プッチョマンさん、田崎監督描くのですねと。そうなんです、今日ね、田崎監督を描こうと思ってて、で iPhone 一応そばに置いて、で一応ね、もう ほぼ外角というか、ある程度のあらましというか、まあ、人の顔にあらましなんかないんですけど、ある程度のなんかこう雰囲気というかはもうほぼ描いてあるんですよ。あとはそれを、まあ、前回の発声の時と同じく、陰影をねつけたり、タッチを入れたりとかして、どん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 僕のオリジナル作品として、強めていくという作業をして、それで仕上げに行きたいなっていうふうに思ってます。なので iPhone のロックを切ります。これで、どんなにね、長く置いといても、音がじゃない、どんなに長く置いといてもライトが切れないようにして、で、このね、田崎監督この顔をここに置いて、チラチラと見ながら陰影をね足していきたいなっていうふうに思います。はい、クリオネグミさん、変なチャンネルではないですよと、ありがとうございます。僕もね、 YouTube は大好きで、いろんなところ見るんですけれども、はい、なかなかね、このアートナイルは変わったチャンネルだなっていうふうに自分でも思うんですけれども。神さん、待って、今ちょうど同じ騎士男子のスウェット着てるんですが、テンション上がる、これめっちゃ着心地いいと、 ありがとうございます。これね、ユニクロバージョンで、これ今ね、すずりバージョンでデザイン変えて作り直してます。なので、今ね、ちょっとすずりがニューアイテムがもうリリースラッシュになってるんで、ちょっと一旦落ち着いたところでまたグッと出せるように。ただね、台湾のライブの時に僕着ていきたいなと思ってて、なので台湾のライブ2月の5日に間に合うように、だから2月の5日までのデザインが上がって、購入したものが多分平均で6日から10日ぐらいですずりって届くんですけど、その10日のゆとりを見たとしたら、なので25日までには絶対注文しなきゃいけないっていうので、まあちょっとね、そんな感じで考えてます。楽しみにしててください。ちょっとかなりね、いい感じの、もっとシンプルなデザインになります。
はい、プッチョマンさん、別の世界のレンと話してる気分ですと確かにね、俺をレンだと思って見てたらこのチャンネルはさらに異様なものに見えますよ。そうなので、まあね、今日あの絵の作品を描きますけど、まあ、レンというのもね、僕が作った作品の一つなんで、あの、まあ、僕の中にレンはいるんですが、レンが全面 A 面だと思って見ていただくと、このチャンネルかなりおかしなものになりますんで、はい、今は松田聡がやってんだなと思っておいてください。鎌田正樹さん、初めて見てますと、ありがとうございます。あれ、意外と5時にやってみるもんですね。うん、たくさんの方が見てくださっているぞ。はい、プッチョマンさん、劇中ですごくクールだから差に驚いていますと。まあ確かにね、そりゃそうですよね。まあ俳優っていうのは変な仕事だなと。僕今24年目なんですよ、芸歴で言うとね。なんですけど、いろんな現場でやっぱりね、あの仲良しの俳優さんとかいるじゃないですか。で、会うとね、やっぱり俳優って変な仕事だなって思いますよね。うん、だってさっきまで楽しくあのサウナの話とかしてて、嘘とか言って、あ、じゃあそれ今度行きましょうよとか言って、次の瞬間もう検察官と犯人みたいなね、もうむちゃくちゃな関係性になりますから、でうわーって言ってたりとかするんで、おかしな仕事だなと思いながらね、あのやってますけど、やっぱりね、あの好きな仕事だなと改めて思いますよ、そういうところも含めて。うん、なのでね、プッチョマンさんがこのレンのイメージと僕のイメージがかけ離れてて不思議な感じがするっていうのは、うん、正しいんですよ。それが多分俳優という人の楽しみ方だと思います。はい、まあ、昨日もね、あのツイッター見てくださってる方はあのご存知だと思うんですけど、スガッチとね一緒に飲みに行ってて、でスガッチと僕とあともう一人舞台関係者の方と3人でね飲んでたんですけど、なんかね、久しぶりっていうか、スガッチとプライベートで飲むなんて、まあ、本当に久しぶりだったと思いますね。その仕事があって、仕事で一緒になって、その後一緒に飲みに行くとか、この間のあの龍騎ナイトとかね、ああいうのあるんですよ。みんなで会って、まあ、せっかく会ったからこのまま飲みに行こうっていうのはあるんですけど、まあ、ちゃんと待ち合わせて、ちゃんと時間を決めて、で乾杯から一緒にあんな少人数でっていうのがね、珍しいなと思って楽しかったですね。よいしょ。タクヤさん、20年前と変わらずレンも松田さんもかっこいいですと、ありがとうございます。ちょっと今ね、髪の毛ボサボサで恥ずかしいんですけど、そんなレンのイメージで見てくださってる方がいると思うと、なんか照れくさいですね。ちょっと喋ったらダメなのかなとか。うん、菅さんとの写真嬉しかったな、本当に楽しそうでしたねと、トミちゃんさん、ありがとうございます。はい、今で8分、じゃあ10分になったらね、絵を描き始めましょうか。今日もちょっとね、描く分量が多いので、ちょっとね、時間長めに、描く時間を長めに取りたいと思います。堀内さん、この前初めて生で松田さん拝見したのですが、あまりにイケメンで昔と変わってなくてびっくりしましたと。ありがとうございます。堀内さんのような方がいらっしゃるから僕も頑張ります。はい、なんかね、こうやって褒めていただけると嬉しいですよね。うん、変わってんですけどね、あのこれだけはね、もう皆さんに僕は何度も言ってますけど、本当変わってますよ。だってシンプルにレンの時って62キロとか63キロとかで、今78キロとかなんで、15キロぐらいでかいんですよ、体が。まあ、太いっていうわけじゃないかもしれないですけど、筋肉とかいろんなもので全体的にやっぱね、ボリュームアップしてるんで、まあ、全然違いますよね。あと太りやすくなった。うん、ちょっと運動サボるとすぐ太りますし、まあ、太るったってお腹が出たりとか、そういう太り方とはまた違うんですけど、全体にふわっとなんていうのかな、なんかアウトラインが分厚くなるみたいな、うん、太り方をするんですよね。鎌田正樹さん、会社の人で同い年の友達が松田聡変わらないって言ってましたと。ありがとうございます。嬉しいな。うん、プッチョマンさん、レンの時は髪がツンツンって印象ですと。ウニみたいなね、髪型をしていましたんで。はい、佐藤真知子さん、大人の体型でさあねと。はい、 A ちゃんマンのママさん、それはそれでかっこいいですと。クリオネグミさん、筋肉とかいろんなもの、まあ、筋肉とかいろんなもの、まあ、脂肪も絶対ついてないわけないですから、脂肪もついてますし、まあ、筋肉量ですよね。ミンミンさん、肌が綺麗すぎるサウナ効果かなと。
まあ、サウナ効果ですかね。サウナ好きな人大体肌綺麗ですよね。ゼポネイビリチュラさん、20年前から使ってる服とかまだ着てるのはありますかと。僕ね、物持ちがいいんで結構長いこと使ってるものはあるんですけど、20年選手っていうともうレンのあのネックレスとかああいうものになりますよね。靴とか服は多分残ってないと思いますね。マミさん、ビール飲んだら酔いますか。もう酔いますよ、普通に。ただスガッチがね、白ワインなんで途中からすぐ白ワインのボトルになって、それの方が酔いましたね。ゼロ式さん、むしろそちらの太り方が羨ましい、お腹がと。ゼロ式さんまだ若いのに何言ってんですか。僕ね、何度かあのイベントの方でお会いしたことあるんですけど、よし、ということで今11分なんで、進めていきましょうか。はい、じゃあね、まずこのパッドの時間とともに画面が落ちるのを消しましょう。自動ロックなしで田崎さんを出し、今ね、ザーッともうとにかくガーッと書いて無駄な線を消したところです。ちょっと上のカメラに映しますね。ドアで、ここにボンで、ちょっとね、カメラの位置がずれてる、ここか、ここなのか。はい、でこんな感じで、まあね、あの写真を元に描いてるんで、まあほぼほぼ似顔絵というか、まあ似てるは似てるんですけど、まあどうしようかなと、陰影とかね、写真にはない陰影も入れてますし、で、まあ、なんだろうな、この手書きのタッチで僕の絵にしていくっていうことを考えると、やっぱりね、細かなタッチ、もっとどんどん入れていかなきゃいけないと思うんで、で、前回みたいなね、はしょり線もたくさん入れて、描いていこうかなと思ってます。なので、お絵描き音楽に変えますね。はい、お絵描き音楽に変えました。ということで、書いていきたいんですが、ちょっとね、充電ケーブルを抜きます。で、いつもと同じ、このアップルペンシルですね。はい。もうこれがなきゃちょっとね、あれ？手袋がない。なぜだ？あった。下に落ちてました。よし。このアサシンのような手袋をつけて戦います。よし、もうね、今日はね、前回の8世の時と同じくで、もうずっと鉛筆を使ってます。この隣のマーカーではなく、で、なんでかっていうと、まあそんな別に強い理由はないんですけど、鉛筆の方がいいかなって。表紙の絵はね、雰囲気が重視したいので。で、今ね、これ頭の線ちょっと強く描きすぎたところを消してます。こういうところはね、もう多分最終的に光らせようかなぐらいに思ってるんで、で、こういうところをね、ちょっとね、なんていうのかな、八世の時に描いたみたいな、なんか謎の黒いタッチみたいなのを先にもうここら辺にね、入れる予定だというので、ちょっと粗く入れときますね。入れる予定ですよと。で、顔をまず描きましょうか。はい。で、今ね、あんまりアップにせずに描いてきたんで、ちょっとね、アップにして細かいところを描いていきたいなとは思うんですけど、なんせね、時間があります。このアートの夜は1時間の制限時間があるので、その1時間の制限時間の中で、僕は仕上げていくので、はしょりまくります。途中ね。そんだけ一生懸命描く必要がないところとかはもうどん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 端折っていくんで、まあ、アップにしてより細かく描いていくというよりも、今のこの縮尺というか、今見えているこれぐらいの中で描くべきところを、まあ、描いていくっていう感じの方がいいかなと思ってます。なのであんまりね、なんか全然細かく描かないなと思うかもしれないですけど、まあ表紙絵なんでね、そんなにもう細かく描くというよりも、特徴を捉えた肖像画にして、でいい感じに描くことの方が大事かなと思ってるんで、そう、これね、服までどこまで描くかですよね。服
をもうある程度はしょりまくっちゃってもいいかなってちょっと思ってて、まあね、こんな感じにして、あ、ドライブさん、そろそろ退出する時間なのでこれにて失礼いたします。皆さん最後まで楽しんでくださいね。ありがとうございます。あ、レイヤーね、今ねレイヤーもこの1枚です。で、新たなレイヤーも特にカラー塗るわけでもないんで、まあ失敗したら書き直したらいいんで、レイヤー1枚でやってます。なので、髪の毛描きつつで、まあ、白黒なんでね、もうとにかく雰囲気重視というか、なんかいい感じに描くというよりは雰囲気をね何よりも大事に描いていきたいなと思ってます。なので、今なんかもうすでにこの鉛筆倒してね、はしょり線入れてますけど、こういったはしょり線を存分に入れつつ、ごまかすところはごまかしまくる、特にこの中心から遠いところはもうごまかしまくりマックリスティでいこうかなと一応思ってます。で、まあごまかしたからといってね絵が破綻するかというと、この表紙絵に関しては多少ごまかしたところで絵が破綻するようなことって実はほとんどないので、なのでもう陰影とかねそういうのだけ軽く意識しながら、もうバサバサっとごまかしていこうかなと思ってます。ちょっとヘタみたいなのを描きました。これ最後消すんで忘れないように言ってください。で、どう光が来てっていうことで言うと、ここをちょっともう少し暗めに落としたいんですけど、まあ眉毛とかの兼ね合いもあるんで、ここにはしょり線を入れるのは結構危険だな、やめとこう。顔はそんなにむちゃくちゃ塗っていくというよりは、まあ少しで、このね、メガネのこの辺にもメガネの中に続くような影があると、ここがガラスに見えるんですよね、きっとね。なのでメガネの中から外に向かって続くタッチがあるといいのかなと思います。で、花柱、花柱もね、これ男性の場合あんまり描くとね、急にね舞台役者みたいになるんですよね。なぜなのか、花を立ててる人みたいになるんで、なるべくはしょりながら、でそれでいて、今僕が設定してるこのペンの太さが結構太いんで、なのであんまり入れるとねもう目立ってしょうがないんで、入れないというのも選択肢の一つだぞという感じで、その何も書かないっていう選択もね全然あるんだということを考えながら書いていきたいなと思います。なのでいろんなはしょり方をしますけど、タッチを入れないというはしょり方もね当然あると思うんで、ここもねもうちょっと暗く落としたいんですけど、まあ、なんせね顔なんで難しいな。ちょっと淡い色で落としましょうか。でちょっとね太く描きすぎたんですよね俺。なのでちょっとだけ痩せてもらおう。これぐらい、ちょっとねいくらなんでも太すぎる。田崎さんに絵の中でダイエットをしてもらうと。顎のラインがシャープに見えればもう少し細く見えるのかな。もうちょいちょい痩せ、ここがねシャープの方が絶対かっこいいですよね。これぐらい痩せてもらって、で顎ももうちょい、もう一声、痩せてきた、痩せるんだ、よし。
これでね、今フェイスラインは結構痩せました。ただね、正中線に対してちょっとズレが出たんで、こうでしょ、ここが真ん中だとしたら、うん、ちょっとズレが出たんで、ちょっとそれをね修正しつつ、うん、まあいいんですけどね、多少ずれるぐらい、うん、消しゴム、うん、で、顔の中でもね、ひときわ暗いところをどっか作ろうと思って、それを中心の方にちょっと作りたいので、まあこの辺、うん、ちょっと作り、で、まあ、鼻の中は鼻の中で、まあ、暗いんですけど、ここもちょっと暗くしようか、うん、であとはね、こういうとこ、うん、ちょっとなんだろうな、なんか生きた表情に見えない、なぜだ、口が動いてないからかな、動いた、こういうところにちょっと動きそうな感じを入れといて、うん、開いてますよと、ちょっと開いてる感じにしましょうか、うん、喋り出しそうな、今年じゃないです、昨年末かに、ちょっとね、田崎さんとはお話をさせていただいたんですけど、食事しながら、まあ相変わらず本当丁寧な方ですよ。僕とかに対してももうずっと必ず敬語で話されますしね、まず、うん、いらないかな、ちょっと口を動かしたくて今ね、ここにこういうタッチを入れました、エクボというか、うん、僕の狙いはただ一つ、口を動かしたい。動かしたいっていうのは、この動いてるっていう感じっていうよりは、今にも動かしそうな感じ。うん。で、頬をね、ちょっと今痩せさせました。ここね。うん。強すぎるかな。いや、いいな。いける。うん。で、この辺を細い線でタッチを入れとくと、うん、でいらないタッチなんですけど、一応あった方がこっちのね痩せた方が見えやすいかなと思って、なのでちょっとね、あの捨て線というか細かいねタッチが実は田崎さんの顔に入れるのを多めにしてるんですけど、いつもの発声の時とかと比べて、うん、あでもね、どういった意図があるかというと、まあ、リアリティと、今にも動き出しそうな感じを出したいっていう感じ、その演出とか、ね、何かを話し出しそうな感じにしたいんですよね。じゃあ目をね、目入れをしていきます。これさすがにちょっと大きくしたいな。まあね、光はもう捉えてあるんで、あとはもう光ってないところを黒く入れれば目になってくれるとは思うんですけど、ちょっとキラキラしすぎかな、うん、ちょっとキラキラしすぎ、うん、こんなもんかな。で、目を生かそうと思ったらこっちをちょっと落とそう、うん、で右目を塗ります。このね、目を塗ってる時っていうのは、まあ、あんまりタッチがどうのこうのとかデッサン的なことあんま気にせずに、とにかく光っているところ、2番目に光ってるところ、3番目に光ってるところっていう感じで分けて、僕は割とベタっと塗るようにしてます。であとはもう感覚的にちょっとこっちの方が色が薄いなとか、両目見た時にちょっと薄いなと思ったらそこを足したりとか、今ちょっとね
右目の方がちょっと弱かったんでそっちを足しました。そうすると次こっちが弱くなったんでこっちを足してと、これでだいたいバランスがね取れてきたと思うんですけど、で目はね8世の時も言いましたけど白目も決して白くないんでちょっと入れます、書き入れるというか、うん、でこの目の下、うん、こことかもねちょっとね、田崎さんに関しては俳優ではないので8世の時みたいに、なので綺麗に美しく描くっていうよりはちょっとこう文化人的な、なんかなんていうのかな、説得力というか、なんかあるじゃないですか、なんかこの人が言うことってすごい正しいんだろうなと思わせるような、何かそういったものをこの表情の中に入れていきたいんですよね。うん、ちょっと今アップしてます。うん、これぐらいアップにしてちょっとね、うん、どうだろうな、どう見えてますこれ、うん、これで結構これを目までつなげちゃってもいいのかな、うん、これぐらい描いちゃっても多分ね成り立つはず、うん、いけた。でちょっとねまぶたというか、ああちょっと目が腫れてる人みたいになった。難しいんですよねこれ、目ってねいろんな線が入ってるはずなんですけど、いろんな影がね入ってるはずなんですけど、上の方に影を描くとね途端に目が腫れてる人に見えちゃうっていうね、ほんと難しい、絵の難しいとこですな。なので陰影で膨らみを出したいんですけど、あんま膨らませようとしすぎるとなんか女性のねお化粧した時の目になっちゃうという、うん、で逆に女性のお化粧した目を描こうと思うと難しいんですよね今度また。ほんとこういうのありますよね。眉毛をはしょりすぎてんのかな俺は、もしかして、うん、うん、これぐらい強くてもいけそうですね。じゃあちょっとこっちの方ももうちょっと強めて、うん、あいいですね、眉毛強い方がいいな、うん、でこうここね、うん、うん、あいいですね、なんかね。でちょっとここメガネのこの辺を光らせたいということは、光らせたくないところにタッチを入れていけば良いということですな。でこれ金属を描く時のねコツっていうのがあって、陰影をわざとね強める、この光ってるところと光ってないところのね陰影をわざと強めると割と簡単に金属に見えます。うん、いや、よくねプレバトとかで僕スプーン描いたりフォーク描いたりとか得意じゃないですか。ああいう時はね何時間もかけて描いてんですかって言われるんですけど、実は全然時間はかかってなくて、ああいう金属って手を入れない方がいいんで、もうちょちょいちょちょいって触ってるだけなんですよね。ただ必要なところにちゃんと強いタッチを入れればそう見えるっていう感じですよね。うん、でメガネの影があって鼻筋があり、まあこの辺も影本当はね落ちてるんですけど、そんなに入れたくないんですよ。うん、まあ、こんなもんかな入れるとして。うん、今17時30分あ、大大金さん初見です、うますぎるダサいですねと、嬉しい、ありがとうございます。はい、で、まあ、服のこの辺の端折りはねまたね
なんていうんですか、太めのやつでババッとやっちゃいましょう、後で。うん。で、良平さんの顔を描いた時みたいな、このフェイク線というかを入れていきたくて、なんかこうひらめいた人みたいなやつ。うん。で、細かいことはまたね後でやっていきます。で、この辺はまあ入れなくてもいいかな。うん。で、このはみ出たところをちょいと消しましょう。うん。これでちょっと痩せて、で、田崎さんのね、なんかアーティスティックな感じがちょっと出たらいいなと思って。こうでしょ？ぐぐっと。この辺をもっとガガッと落としましょうか。うん。ちょっとこのタッチでもって痩せさせるという。うん。で、ここも、まあ、服はね、もうほぼ端折ります、僕は、今回ね。なので、タッチでぼかしていく描き方をして、うん。こういう感じでぼかしていって、で、こういうね、あの服のひょろっとしたこう線は面白いんで、これはこれで残そうかなと思ってます。なかなかね、こういうなんか頼りなげなひょろっとした線ってね、描こうと思っても描けないんで、なのでこれはそのまま生かします。まあ、偶然性を作品に生かしていくという感じですよね。うん。今が何分だ？32分42秒。イライラするんだよ。よいしょ。で、まあ、この辺の端折り線はもうこんな感じにしておいてからの、あ、ちょっと光らせよう。ここ光れ。ここは光ってくれ。うん。この髪の毛をね、ちょっと光らせましょう。で、ぴょんと、うん。ここら辺は。毛があって、毛が耳にかかってて、で、耳をね、もうちょっと暗く落としたい。うん。まあ、表紙絵なんでね、これぐらい端折って描いちゃってもいいかなと。うん。思うとります。うん。うん。で、これぐらい、服はもうほんとこれぐらい端折って書いて、何着てるか分かんないぐらいにしておいて、で、強めるべきところをもうちょっと強めていきましょう。うん。この辺を強めるとね、多分もうちょっとね、あの、かっこよくなる。男性的というか、あの、なんだろう、ぐしっとした感じになる。うん。なので、入れてる線はね、かなり端折り線です。だいぶ端折った、わけわかんない線を、ね、意識して入れてます。うん、うん、でもね、こういう線が入ることで急に勢いみたいなのが出てくるん で僕はそういうのをね、すごい大事に絵を描いてるんで、なので、うん、なんかうまく描くというよりはおしゃれになんからしいタッチが入るようにというかね、うん、はい、立体的になってきましたと。えちゃんまんのママさん、ありがとうございます。うん、目の周りをね、もう少し強くしたいんですが、うん、こう光ったとして、まあ暗いんですよ、こことかはね、暗いんですけど、これ以上暗く描くともう不自然なんで、これすごいね、難しい葛藤を今僕はやっておりまして、これね、暗く落とすと、なんかあの、食べ物描くときに黒を使っちゃいけないとかね、そういうセオリーってあるんですけど、それとやっぱ似てて、暗いところを暗いからといって黒に描いちゃうと黒すぎるんですよ。当たり前なんですけど、うん、黒
黒に描いちゃうと黒すぎる。なので黒を使わずできるだけグレーの濃淡でもって描きたいというのが僕の正直な気持ちなんですけど、そのグレーの濃淡で描くというのが実はね、デジタルではね結構難しくて、描いちゃうとすぐ黒くなるんで、ちょっと痩せてほしくて今ここにねシュッとシャープな線を描きました。もうちょいシャープにしようか。うん、うお痩せた、田崎さんが痩せた。ああちょっと描きすぎかな。描きすぎに対して描きすぎることで対処するというね。ちょっと描きすぎだな、消しすぎよう。これぐらいでソフトタッチをささっと、で顎の反対側もちょっとねいくぐらいのタッチを入れると、さらに顔がちょっとねシャープに見えるかなと。あんまシャープに見せてもね、痩せてる、すげえ激痩せみたいになるとちょっと都合が悪いんですけど、まあでも田崎さん史上最もスッとしてる感じにはしたいんで、そうですね、こんな感じに落としておいて、これできたら田崎さんにお送りしようかな、これ。ちょっと頬はからめ8割的なやつ、ちょっと飲んでるみたいになるかな、大丈夫か。ちょっとねこう、ちょっと老けてるかな、ちょっとね髪の毛の影というか、このおでこのところがね、何もないところがどうも気になるんで、隣にある髪の毛の陰影を入れていきます。今が38分15秒。あ、全然大丈夫ですね、時間。なんかやっぱ今日早いんですよね、俺手が。だって明日仕上げる予定で書いてたのに、あ、これ今日仕上がっちゃうからアートの夜でみんなに見せようと思ったぐらいなんで、頭で思ってるよりも早い仕上がりというか進みが。ちょっと今の2つはいらないな。ああ間違った、挿絵ですねこれは。あれ今の田崎さんどこ行った。あれ田崎さん探しに行きます。あれ田崎さんどこ行った。開く、え田崎さんどこ行った。え今どこ行きました。どういうことだ。ちょっと待ってくださいね、田崎さんが行方不明になった。やった、びっくりした。ダメだ、もう名前つけて保存しとこう。保存、イラスト88なんてややこしい名前にしてるからわからないんだな。田崎さん、田崎さん、よし保存、よし。お帰りなさいませご主人様。よかった消えたかと思いましたよ。よし
じゃあもう40分過ぎてますけど、結構ゆとりがあるんでどうしようかな、どこ書こうかな、ちょっと細かい線が多すぎて老けて見えちゃうっていうのがね気になるんですよ今。だから老けては見えたくないので、細かい線、いらない線を削っていきましょうか。なんだろうな、まずここ、であとはまあリアルに言うとヒゲはあるんですけど、ヒゲとかのねこういうやつ、いや今のはいい、売るな、このでかいのだけいらない、こいつね。でこっちは端折り線をもう入れちゃってるんで、そんなにあんま細かいことを気にせず、ただなんだろうな、何が老けさせてるんだろう、でここだ、この頭のねここに出たこの線を消したくて、僕はさっき田崎さんが行方不明になったんだということを今思い出しました。開けた、よし。でちょっとこの毛流れだけね、ここが分け目なんですけど、毛流れだけなんとなく描いておきましょう。本当はね光って見えないぐらいの感じで僕としてはごまかしたいんですけど、もうちょっとねあった方が、はしょりにしてもおしゃれ場処理になるかなと思って、神さん、クリスタのアプリは閉じたりしないんでしょうか、めちゃくちゃイラストあって復元になってるの気になっちゃった。確かにね、あのまあ保存してるんでね大丈夫なんですけど、結構ね途中でやめちゃってるものが結構多いんで俺、なので復元が結構多いんですけど、まあまあ大丈夫ですよ、いろんなところに保存して、結構ねもう昔からそうなんですよ、ファッションの勉強してた時から、そのもう作業に入るともう家の中がぐちゃぐちゃになって、作品ができたら片付けるっていう、もう何かに集中して何かをやってる時っていうのはもうそればっかりになっちゃうんで、ちょっとね髪の毛もうちょっと明るいところも入れていこうか、ちょっとねいくらなんでもこの端折り線で落としすぎたかなと、今ちょっとねわざとらしいぐらい白いとこ入ってますけど、まあ、これなじませるんでこの後、そうね、もう何度もねあの言ってますけど、僕あのデジタルの絵は本当に不慣れなんで今勉強中です。なのでクリスタとかね、なんでレイヤー組まないのとか、いろんな多分ご意見あると思うんですけど、レイヤー組んで描く時ももちろんあるんですよ、色つけたりとかねする時は。ただこのもうデッサン的なタッチでどんどん描いていくっていう時はもうね、あのレイヤーとかいうよりももう鉛筆デッサンとしてもう一枚の画用紙に描いてる感覚で描いちゃう方が、まあ、らしいんですよね、自分らしいというか僕が一番、まあ、描きやすい、やり方なんで、もうそのやり方をいつも取るようにしてます。はい、猫びたいさん集中力すごいですねと、あ今44分ね、じゃあ57分になったら表のカメラに戻します。でそれまではちょっとね集中して描きながらするんですけど、なんか今ね余裕というかゆとりはあるんで、もしなんか質問とかあったら、あのいくつかなら多分答えられると思うんで、もしなんかあったら書いてください。クリオネグミさん、やっぱり見てると絵を描きたくなりますと、今夜は一人で描こうかなと。そうですよね、人が絵を描いてるのを見ると確かに描きたくなりますよね、きっと。いや今のタッチは絶対いらない。
それいらない。もうここはこの感じで残そう。このなんかね、力の抜けた線がこうある感じ。あ、ひよこさん頭のヘタありがとうございます。頭のヘタ取りました。8世の時はね、取り忘れてそのまま出版しちゃったという事件がありましたので、なので8世の肖像画は頭にみかんみたいなヘタがあるというね。よし、こんな感じかな。うん、ここが暗すぎるんだろうな、きっと。ここを落とそう。便利ですね、デジタルというのは。なんという便利さなんだ。うん、ここが明るいとこっちが暗いのが生きてくるでしょ。そんなことない。眉毛上手。あ、本当？眉毛上手ですか、エチャマンのママさん。クリオネグミさん、龍騎見てるとレンがかっこよすぎて描きたくなるんですよねと。ありがとうございます。レン描くってめっちゃ難しそうですけどね。でも今ね、全国回らせていただいてるじゃないですか。そうするとやっぱりね、レン描きましたっていう方にね、たくさんね、いただけるんですよね、イラスト。うん、幸せだなと思いながら受け取ってますよ、いつも。田崎さんってなんか目立ったほくろみたいなのないのかな。ここか、ここにほくろが一つ。まあ強いか。うん、いやでもあった方がいいですよね、やっぱそういうのって。もう一個ここ、ここ、うん、もう一個ここか。うん、いや強すぎるな、ちょっとちょい薄。うん、これぐらいの表現にしておいてからに、うん、うん、あ、これぐらいだな。あるにはあるけどがっちり描かないっていう感じね。うん、で唇の処遇を考えてたんですけど、やっぱ唇はね、男性の場合特になんですけど、描きすぎるとろくなことがないんで、描きすぎない。うん、もう描きすぎないでいきましょう。で、難しいな、ここ。うん、難しい。このね、ここの影。うん。むず。なんか汚れみたいになっちゃうんですよね、やっぱ描きすぎるとね。今が48分、あと10分ですね。うん、描きすぎると汚れてるみたいになっちゃうんで、描きすぎないようにして、それでいて何も描かないとおかしいので、描いて描いて絡み、うん、こんな感じで、ここもちょっとね、こう正中線に沿って、ちょっとね、いわゆるアニメ的なケツ顎じゃないですけど、それに近いぐらいね、しっかりしてるんですよ、田崎さんの顎って。うん、なので、あ、ちょっと虎像の水槽から小林先生が出張してきました。もうこれ冬にね、虎像の水槽だけがやたらあったかいんで、で野菜があるんでね、結構来ちゃうんですよね。唇どうだろうか、ここね、ちょっと強めに、この暗いところだけでも描きましょうかね、ここ。次かな、いや大丈夫だな、うん、大丈夫だ。で、うん、これぐらいにしておいて、うん、これぐらい、もう書いてもこれぐらい、もうこれ以上書くともう本当にダメなんですよ、本当にね、口紅を引いてるみたいになっちゃうんで。うん、ちょっとアウトラインが強すぎんだろうな、これ。ちょっとね、なんか細い、もっと細いので描く方がいいんですけど。
俺が今ねこの一律の太さで書くっていうのにちょっとハマってるんで、その弊害というかね、うん、あでも唇これぐらい書いちゃっても大丈夫そうですね。うん、大丈夫だ。でちょっと影を入れて、でもこの辺はもうはしょり入ってるんであんま強く意識せず、うん、耳だけちょっともうちょい出しましょうか。うん、でシャカシャカと、うん、こんな感じ。ちゃんとね見えてますね、いい感じに。うん、で、まあ、この辺ねちょっと影を入れたいんですけど、入れなくても成り立つんであれば入れない方がいいかなとちょっと迷ってるっていう感じで、うん、ちょっとどうだろう、入れた方がいいかな、皆さんどう思います？うん、まあ、入れてもなんかいいですね、成り立つな。うんうん、行こう、これで。で、ここをね、ちょっと暗く落として、こっちもちょっとね、若干、うん。あと、鼻の穴をしっかりと落として、そうするとこっちがしっかり出るか。うん。うん、なんか顔が、表情が生きてきましたね。あ、52分。もうすぐ。うん、顔がちょっと生きてきたな。なのでいや今の暗がりはいらない、うん、これはいらない。でここもしっかりとあって、でここもしっかりとちょっと強めに入れてぐらいかな。あとどこだろう、まああとどう、いらないか。うん、うん、これぐらいはあってもいいかな。うん、じゃあここも、うん、これぐらいはあってもおしゃれですね。よし、じゃあこんな感じにしておいてからの、うん、ここもね。でこの端折ってるところも今ね首に入れたようなタッチと同じようなタッチをちょっと入れることで、これ僕がねよく渡り廊下理論っていう、こことここが作風が違いすぎると嫌なのでちょっと渡り廊下でつなぐようなタッチを入れてます。うん、いらんか今のは。いやあっていいな、難しいんですよねその辺のさじ加減が。うん、よし。で、メガネのここの影はね、まあ、こんなもんでいいかなと思ってます。ちょっと、おかしいな。入れないでいいよ。うん、ちょっと1本ぐらいここに入れたいんですけど。これぐらい？いらないか。難しい。全然いらないかというとそういうことでもない。あってもいいか。うん、あってもいいっすねここねと言い聞かせている、はい、よし、じゃあこれでもうあとサイン書いて終わりにしましょうか。うん、そうですね、こっちのメガネの影もちょっとだけ入れようか。これぐらい。いやちょっとメガネのラインとちょっと逆に入れちゃったんで、ちょっと回しますよ。うん、これでメガネにより見えるかなと。うん、よし、これでサインをどっかに書こう。どこに書こうかな。もうシンプルにここに書きましょうか。ちょっとこの服のラインをねちょっと上げます。このぐらいまで上げて、うん、でここに書きましょう、ちょこっと、うん、こいつも上げちゃおう、もうちょいね、うん、これで
鉛筆をちょっと太めにして30ってどうだ、うん、ちょっと太いか、25でいかがでしょう。あ、 OK、 うん、これでここにねサインを書きます。よいしょ、うん、よいしょ、よし、こんな感じで、仕上がりでいいんじゃないかなと思います。なので、今日のね、田崎さんはやっぱり予想通り1時間で間に合いましたね。はい、こんな感じで、表紙絵として送ります。はい、ということで今が56分24秒ぴったり57分で正面カメラに戻しますんで、皆さんね見たり、スクショ撮ったり今しといてください。はい、あと30秒で、正面カメラに戻ります。ちょっと水飲もう。うん、これなんかよくできたんで、あの田崎さんに額に入れてお渡ししよう。うん、なんかそういう感じですよね、作品としても。うん、あ、ちょっとここちょっと、そんな感じだなというふうに思ってます。はい、ということで、正面カメラに戻しましょうか。はい、ということで、今日はね田崎龍太監督を書かせていただきまして、これが仮面ライダーのなり方のボリューム8、8冊目の、一応表紙になります。なのでもうこれこのまま今日ね入稿しちゃうんで、もうみんなが目の当たりにしたこのままのこの作品が、今度ボリューム8の表紙になります。で、前回見ていただいたあの8世のね、2回目の絵がボリューム7の表紙になって、そして、ボリューム9はなんと白倉慎一郎さんと武部直美さん両プロデューサーです。で、まだこれから書くんでまだ全然なんですけど、で、僕はね、実はボリューム10あと2冊先が最後、もう一度仮面ライダーナイト、秋山蓮仮面ライダーナイトというタイトルでスペシャルエピソードを書くので、なので、最後の一冊はもう一度僕の肖像に戻ってきます。なのでボリューム1とボリューム10は、僕の肖像で、書いていきたいんで、またねその様子はこのアートの夜で、みんなにね見ていただきたいなと思います。で、まあね、最初から見せてもいいんですけど、ちょっと時間がむちゃくちゃかかるんで、大まかに書いといて今日みたいにね最後の仕上げだけを見てもらうという形に多分なると思います。はい、なのでもう本当に寝巻きとかで集中して書いてる時間をね、みんなに見てもらうっていうのもちょっとあれなんで、はい、なので、そういった形になるかなというふうに思いますので、楽しみにしててください。はい、ということで、今58分40秒、急にね始めたにもかかわらずたくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございました。で、今日ね初めましての方がたくさんいらっしゃってめちゃくちゃ嬉しかったです。これからもねツイッターで、必ず告知をしてからアートの夜やりますんで、で、いろんな絵をねこうやってぶっつけで、皆さんの前で描いていきたいなというふうに思いますんで、そういうのね、きっと楽しんでいただけると思ってるんで、好きな方、こういうのがね性に合うなっていう方はぜひまた遊びに来てください。はい、ということでありがとうございました。今日ね本当にたくさんの方がいらっしゃってます。ということで今59分16秒、あ、じゃあもう終わっちゃいます。これ1時間だったらねピタッと止まって途中で終わっちゃうんで、こっちの自由の聞く間に終わりたいと思いますんで、皆さん今日どうもありがとうございました。この後も良い夜をお過ごしください。そして明日仕事の方は仕事も頑張ってください。ではありがとうございます。じゃあコメント見ながら落ちますね。あと15秒、ありがとうございます。